はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日はアナザーセンチュリーズエピソード第12回やっていきましょう。物語もいよいよ終盤に来ました。前回はついにシャアが動き出したということで、サザビーで登場してきました。まあ今回もまたネオジオンとの一戦あるんじゃないかなと思ってますんで、まあニューガンダムで無難に戦闘していきたいと思います。よっしゃ、それじゃあ早速やっていきましょう。スタートです。もうこれはもういきなりネオジオンとの交戦ですね。ラーカイラムの防衛か。進路前方にネオジオンの艦隊を確認した。どうやら我々の進路を阻みに来たようだ。振り切ることはできそうにない。戦うしかないだろう。時間はあまり残されてはいないが、今は目の前の敵に集中しよう。さあ、それではやっていきましょう。よし、じゃあ1戦目はこんな感じでいきましょう。ニューガンダム、いきます。艦隊専用結構たくさん来てんな。任務の遂行、頑張ってください。ターゲット確認、排除開始。戦艦だらけか。あなたにだけ任せておくのは嫌です。戦艦ばっかりなら余裕かな。敵をラカイラムに接近させるな。そちらに目標の位置情報を送りました。ラーカイラムに接近する敵を優先してください。はいよ、まあ、戦艦をまずは落としとこう。こちらに接近中の機影を確認。さあ、だいぶ片付けたけど、おあれをやりゃ、リュウラか。大佐だろうが、総帥だろうが。まずいな、なんか砲台いっぱいありそうだな。この敵の性能、あなた出ません。お、やっと動画。そいつは強敵だ。任せたぞ。よし、これはファンネルを存分に使うべきだな。プリティブラスト用意、発射。そう、手こずるな。結構動きもある。ティースミリオン、ヒラ。よし、少しずつダメージは負わせてるけど。そう。よし、バズがしっかり入った。かわせるか。この。接近戦は望むところだ。この。よし、当たってる。くそ、撤退する。これで終わりだ。逃げてったか。ちょっとやばいかもしれない。これでレフルーラー落とすだけでいい。これで終わりだな。なでしこ C、ヒダン。ヒットポイントなかなかあるじゃん、レフルーラー。でもこれで終わりだ。敵機関の撃沈を確認。敵艦隊はほぼ壊滅しました。よかった、無事だったんですね。任務は完了した。帰還する。終わったか。ご苦労だった。前期ラーカイラムに帰還しろ。はい、というわけで一つ目のミッション終了。感想としてはね、まあとにかく敵の数が多いステージでした。やっと動画、ギュネー機の方は、まあ、攻撃性能そんな感じなかったですけど、まあ、とにかくすばしっこかったっていうイメージでしたね。なかなか攻撃当てることができませんでした。まあ、ファンネルで、まあ、勝手に削ってくれた分が半分以上あったと思うんで、まあ、あとはバズーカ打ち込んで接近戦に持ち込ん でダミー巻いてかく乱したって感じですかね。まあでもレルーラまで撃墜したから結構シャアの戦力は失ったんじゃないでしょうかね。まあ、ギュネー機は撤退したけど、さあ見ていきますか。事態は重大な局面を迎えている。惑星アクシズがゼダンの門へ移動を開始したのが確認された。このままでいけば数十分後には衝突することになる。周辺の艦隊が巻き込まれたら最悪の事態となるだろう。ネオジオンに図られたな。初めからこれが狙いだったとは。至急ゼダンの門に向かってくれ。はい、というわけでここ次はゼダンの門へ。アクシスがゼダンの門に迫っている。もはや衝突を避ける術はない。
UGE はゼダンの門の放棄を決定し、全艦隊へ避難勧告を発令したようだ。現在 UGE 艦隊は敵勢力に包囲されている。我々は彼らの離脱を援護する。我々は UGE と袂を分かった立場だが、無意味な全滅は避けるべきだ。敵勢力はシャア率いるネオジオン。彼は本当に変わってしまったのか、私には分からない。厳しい戦いとなることだけは確かだ。諸君らの活躍と無事を願っている。アムロ、行きます。そのままネオジオン戦が続くんかな。周辺はすでに混戦状態です。ポセイダル軍も確認されています。衝突までまだ時間があるみたいです。敵を掃討して友軍艦隊の脱出を援護しろ。今回は完全に敵に包囲されている状態だから大乱戦だな。おー、危ねえ。争いは破壊しか生まないのです。武器を捨ててください。私たちは話し合えるはずです。お願いです、武器を捨て。リリーナ様、誰か救出に向かわせろ。俺だってまだ死にたくない。まあさすがにこの状況じゃ話し合いもそうもないだろう。アクシズが最終加速を開始。衝突まで残りわずかです。まあ衝突は避けられないって言ってたからな。アクシズ衝突します。衝突の余波に巻き込まれるぞ。すごい数です。気をつけてください。破片の直撃を受けないよう注意してください。ん、破片が飛んでくるの。この程度じゃ落とされないわよ。戦況は圧倒的に不利。どうする。うわ、やりづら。破片ロックできないしさ、当たるとき当たると諦めてるしかないぞ。友軍艦隊次々に沈んでいきます。くそ、なんとかならんのか。持ちこたえるだけで精一杯です。てか、破片が変な俺の方にも飛んでくる。退路を開くのだ、早く進化。やられる。あ、出る前やられた。もしかして、なんかこうなると敵がどうこうよりも隕石の方が怖い。何やってんの。ちょ、隕石はめっちゃ俺を削ってくる。やめてくれ、なんか意志を持ってるかのように俺の方に来ないでくれ。ちょっとやばいかもしれないわね。衝突の余波が収まりました。しかし離脱の遅れた艦隊はほぼ全滅。火器を回収しろ。待ってください、敵が接近中。君たちとはつくづく縁があるようだな。その声、シャア来たか。ササビ、ちょっとじゃあ温存してたファンネルを存分に使っていこう。シャアアズナブル、逃げ回るね。地球に残っている連中は地球を汚染しているだけの重力に魂を縛られている人々だ。なんて強さ、気をつけてください。かなりファンネルは嫌がってるみたいだな。まあさすがに全部は変わってないからな。やるな。よし、バスも浴びてる。ダミー巻いといて、あとは射撃で。格闘やっぱ強いね。私シャア・アズナブルは粛清しようというのだ。さあ、あと少しライフルの乱射で。
ターが死ぬ。やられた。UCE はもう終わりね。シャアも終わったようだから。これがあなたの残した結果だ、シャア。そうか、シャア戦死したか。なんかまだ生きてそうな気するけどな、あいつ。 UCE 艦隊は半数以上が壊滅した。甚大な被害だ。テルマユも行方不明だ。おそらくは助かっていないだろう。UCE は指揮系統を失い、機能停止状態にある。もともと寄せ集めなので当然ではあるが、これに乗じて他の敵勢力が地上で動き始めるのは必至だ。早速君たちに機関要請を出したい。まだ君たちの力は必要とされている。シャアがいなくなった今、鍵を握るのはポセイダルだ。戦争終結へ導くために戦争を裏から操るポセイダルを倒してほしい。はい、というわけで、シャアやっぱあれで死んだんですかね。まあ、普通に撃退して撤退するのかと思ったら爆散しましたね。シャア・アズナブル。彼の苦しみは私たちと似ていました。争いを繰り返す人々に対して何をすればいいのか。彼は人類の革新的な進化を望んでいた人です。平和を一番望んでいたのは彼なのかもしれない。ただあまりに急な変化を望みすぎた。あの人とは初めに会った時から対峙する運命にあったのかもしれません。さあ最後はキリマンジャロ基地か。地上では未だ戦いが繰り広げられている。戦争の継続を企むポセイダルをはじめとし、混乱する地上を狙う複数の勢力。彼らを一掃しないことには平和な時代が訪れることはないだろう。我々は連合宇宙軍が主導する敵勢力の掃討作戦に参加する。今回はティターンズの拠点であるキリマンジャロ攻略作戦を決行する。我々は大気圏を降下後、友軍を援護しつつ基地周辺の制圧に移る。アムロ、行きます。友軍が基地内への突入を開始しました。すでに攻略作戦は始まっている。配置についた者から周辺の制圧を開始しろ。さあ始まったぜ。作戦行動を開始する。周辺の砲台に注意してください。さすがに乳眼の敵ではなさそうだな。待遇砲か。これを破壊していきゃいいのかな。レーダーに熱源反応を確認。なんだこの機体は。お前は誰だ。敵だな。サイコガンダム。あのパイロットは強化人間です。高い能力を持っています。お気をつけて。誘爆が顕著です。ちょっとダミーとパネルの相手に本気をかけていこう。いや怖えな。なんか正面から戦うのは良くなさそう。常に横に回りながら
おお、怖え。頭が割れそうだ。乗ってちゃいけない。フォーはもうそれに乗ることはないんだ。クーマ、それは悪魔のマシンだ。やめろ。前に出てくるといい自信だよ。これはもうあっさり倒せるんだ。俺だ。カミユだってわからないのか。よし、これは倒せそう。ダミーで混乱してる。カミユ、思いっきり倒しました。恐ろしい敵でした。無事でいてくれて嬉しいです。はい、それでは最終ミッション終わりました。めっちゃ早かったっすね。2分ぐらいしかかかってない速攻で倒しましたね。最後戦闘また始まるのかと思ったけど、カミユの叫びで終わったって感じでしたな。キリマンジャロ基地は消滅し、首謀者のジャミトフハイマンは死亡。これによりティターンズは瓦解した。今後は地上に残っている敵勢力との総力戦が続くことになる。厳しい戦いの連続になるだろうが、情勢が安定するまでは頑張ってくれ。戦争が終結した暁には我々はリリーナ・ピースクラフトを新政府の代表に推し、地球と宇宙が和平を結ぶための道を支援していくつもりだ。彼女ならば我々の目指す時代を築き上げてくれるだろう。その実現のためにもう少しだけ力を貸してほしい。星の海を離れ地上に戻った私たちを迎えたのは激しい戦火でした。武力の衝突により確実に荒廃を深めていく大地。でもその中でリリーナさんは和平を叫び続けていました。平和な時代は甘い理想かもしれない。武力のない秩序はないのかもしれない。それでもリリーナさんなら平和な時代を導いてくれると信じることができました。みんなもそう考えていたから戦いに身を投じたのだと思います。さあ、それではメニュー画面戻ってまいりました。今回も3つのミッションクリアしたんでここまでにしたいと思います。今回は話がまたね結構大きく進みましたね。まあ、大きな出来事としてはシャアの撃破、マサダビ爆散、デルマイユ死亡で、あとキルマンジャロ壊滅と、あとはティターンズの壊滅か。結構話進んだような感じしましたね。で、あとは今後敵勢力を順番に潰していく感じになるのかな。まあ、だとしてもなんかラストを飾るにはね、なんかちょっと弱い気がするんですよね。まだあと多分2回か3回ぐらい多分動画出すと思うんですけど、そうなるとなんかまだシャア生きてんのかなって気がしないでもないですね。でも乗る機体何で来るのか。サザビも壊れましたしね。なんか別の機体用意してくるのかな。まあ生きてることもちょっとまだピンとこないけどね。この後のなんかストーリーでまたなんかシャアの動いてるようなネオジオンがまた活発に行動してるとか言われたらありえるけどな。今んところないかなって気するな、あんな爆散してたら。それか撤退したギュネーがもう一回出てくるとか。いや、ギュネーじゃちょっとラストを飾るには弱いよな。まあいいや、とりあえずねまた近いうちにやっていきたいと思います。それでは皆さん今回はここで失礼します。